どうもこんにちは、アニマルトレーナーのクルトでございます。はい、でまた今日ここね、動物園の寮に来ております。はい、で大概撮影をするとき、まあ舞台でもそうですし、ここでもそうなんですけど、こう撮影が終わったらなんかこうね、ご褒美のおやつ食べるとか、なんか外遊びに行くとか散歩行くとかっていう感じなんですよ。終わったら楽しいことが待ってるよみたいな。でまあドッキリとかもね、やる気になってくれるんですけど、でなんですけど今日は撮影が終わった後に僕がテレビを見始めようと、でダラダラちょっとこうテレビ見てて、こう散歩の時間になっているのに飼い主がずっとテレビばっかり見てたらどうするんでしょうか。お父さん遊びに行こうよってやつやんね。それをだからお猿さんだとどうするんでしょうか。どういうアピールをしてくるんでしょうか。というわけで、レッツテレビを見ましょう。はい、よし。撮影終わりで申し訳ないんですけど、テレビが見たいんですよ。はい、つくのかしら。あ、ついたついた。これあれか、音流してるとあれなのかな。一応ね、いろいろなんか権利的な問題がありそうだから、会見ごめんね。え、阿蘇大橋来年3月開通で、マジか。まだ行かない、そっち行かないで。外眺めてないでさ。ちょっとこっちおいで。テレビ見ようよ、一緒に。もうちょい待って。散歩もうちょいなんだから、ちょっと待って。目の前に行ったら見えないやんか。こっちおいで。ちなみに見てるのはね、ハイ君もたまに出演させていただく、熊本朝日放送、熊パワでございます。はい。でって感じ。熊本ローカルだから知らない人の方が多そう。何しろ玄関の方行って、そんなポーズ決めないでよ。もうちょい待って、もうちょい、ごめん、もうちょい見たいんだ、ごめんな。いいじゃん、もうちょい見して、ごめんな。すげえ外見てアピールしてくる。俺向こうに行きたいなみたいな。待ってよ、おいで、こっち待ってて。だからよ、戦わずに待ってて、そっち行かないでよ。ちょ待って、そんな行ったり来たりしないで。おいで、いいからよ、じゃあいいの、これはいいから、いいの、やめて。やめてよ。急に来るとびっくりするやつ。まあいいけど。よいしょ。アピールがすごいね、やっぱ。行こう、早く行こうよ。早く行こうよじゃないの。じゃもうちょいだから待ってよ。もうちょいだから、本当もうちょいだから。ちょ、待ってて、本当に。この番組が終わったら行く。ね。何連れてくんじゃねえよ。そっち行け。ちょ、待って。何よ。そんなアピールあるかい。一応鍵閉まってっけどさ、鍵は閉まってっけどさ、そんな外しか見てないもん。外しか見てないもん。そんな生きてんの。じゃあ行こう。ごめんな。じゃあ行こう。じゃあおいで。そのままじゃいけないから。ごめんな。というわけで散歩に行きましょう。よいしょ。で、鍵開けて。え、もう開けよ。
はい、開けて。開けて開けて。開いて。もう開くっちゅうね。もう開くっちゅうね。じゃあ分かったよ。開けてあげるから。開けて、開いて、いて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 、いていていて、押し返せ、押し返せ、押し返せ。扉が重いんだな。開けて、開けて。開けて、開けて、いて、あいて、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 頑張れ、頑張れ、押し返されてる、押し返されてる。じゃあ一緒に開けよう。よいしょ、はい。よいしょ、じゃあ散歩に行きましょう。よいしょ。はいはい。はいはいはい。こっちゃで。うん。というわけでお散歩行ってきます。お散歩行ってきます。